やめろエレン、暴れるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。うるさくてしょうがねえやつだよな。よくわかるぜ、俺もそいつ嫌いだからな。一緒に締めてやろうぜ。まあ出てこいよベルトルト、返して。なあ嘘だろベルトルト、ライナー、今までずっと俺たちのこと騙してたのかよ。そんなのひでえよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。おいおいおい、お前らこのまま逃げ通す気か。そりゃねえよお前ら、3年間一つ屋根の下で苦楽を共にした仲じゃねえか。ベルトルト、お前の寝相の悪さは芸術的だったな。いつからかみんなお前が毎朝生み出す作品を楽しみにして、その日の天気を占ったりした。けどよお前、あんなことした加害者が被害者たちの前でよくぐっすり眠れたもんだな。全部嘘だったのかよ。どうすりゃみんなで生き残れるか話し合ったのも、おっさんになるまで生きていつかみんなで酒飲もうって話したのも全部嘘だったのか。なあお前ら、お前らは今まで何考えてたんだ。そんなものわからなくていい。こいつの首をはねることだけに集中して、一瞬でも躊躇すればもうエレンは取り返せない。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。誰が好きでこんなことをしたいと思うんだよ。人から恨まれて殺されても当然のことをした。取り返しのつかないことを。でも僕らは罪を受け入れきれなかった。兵士を演じてる間だけは少しだけ楽だった。嘘じゃないんだトギー、ジャン、確かにみんな騙したけど全てが嘘じゃない。本当に仲間だと思ってたよ。僕らに謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。誰かがやらなくちゃいけないんだよ。誰かが自分の手を血で染めないと。お前ら、そこから離れろ。信じらんねえ、どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。